千葉ポートスクエアは、千葉県千葉市中央区と岩町にある、複合商業施設。オフィス棟、商業棟、ホテル棟、劇場、多目的アリーナが主な施設として構成されている。カンデオホテルズ千葉千葉ポートアリーナ、千葉市中央卸売市場跡地に1993年10月1日に、開館した。高層棟の千葉ポートサイドタワーカンデオホテルズ千葉。 低層棟の千葉ポートタウン、千葉ポートサークル、千葉ポートシアター、千葉ポートアリーナで構成されている。当初は千葉新都心開発が運営していたが、2005年3月25日に、原種と保有不動産の水保信託銀行への信託を行い、同年5月27日に東京地方裁判所から特別生産開始の決定を受けた。そのため、以降は、 運営元が点々としている。商業旨である千葉ポートタウンは当初こそトイザラスや当時家電量販店だったラオックスなどが入居していたが立地の悪さが災いして店舗の撤退が相次ぎ2016年3月現在で1回と6.7階を除きすべて空き店舗となっている状況であった。2016年2月19日に免税店大手のラオックスが 緑地集団と合弁会社を設立し、オフィス棟、商業棟、ホテル棟などを取得した。ラオックスは2017年7月1日に商業棟、ポートタウンを12月に併設するエンターテインメント施設、千葉ポートサークルを全面新装し、複合レジャー施設として開業した。近隣のファミリー層や国内の顧客、さらに、 成田国際空港などを利用する法日外国人にとってもアクセスしやすい立地に着目し、同施設では全体テーマとしてインバウンドと地域活性の融合を掲げていた。しかし、2019年10月27日にはポートタウン内に展開していた直営の免税店と日本一モノブス3店を閉店しており、依然厳しい運営状況が続いている。また千葉ポートシアターでは、 ラオックスの主催、運営により、2017年12月22日より、ノンバーバルパフォーマンス、ギアギア、イーストバージョンのロングラン公演を行っていた。これは、京都市のアートコンプレックス1928で公演されている、ギア、ギアマイナスの関東進出作品となっていた。しかしながら、2019年9月29日の601回目で、公演は終了し、 千葉ポートシアターは千葉ポートサークルともども2021年5月時点で未使用状態である千葉ポートサイドタワーありがとうございます